この間ね、もうそれこそ太田さんにお会いして、うん、そのそれこそね、深谷ネギ祭りの後、そうだね、TBS ラジオに仕事が飛んで行って、うん、ネギを片手にね、うん、ラジオに行ったら、ちょうど日曜サンデーのね、下問題日曜サンデーの後、太田さんがいるんで、うん、挨拶行きましょうかってマネージャーに言われて、うん、今ですかって、うん、僕はですかネギを8本持ってネギめっちゃ食って臭すぎるんですよそれで俺が太田さんにお会いしてで、まあお話ししてで、まあ基本的にはどこでも話せない話です、うん、いじりをされて、うん、だったな。その本当に言えない、うん、飛行機の、うん、なんか春田飛行機という名前を、うん、一番嫌ないじりがしていただいたんですけど、そう、まあ、もろ本当に嬉しかったです、うん、その時に太田さんが、うん、あ、お前すごいんだったなお前なみたいな、なんかドラマ出てんだろう、うん、知ってくださってて、うん、でいろいろお話しして、あ、もうだいぶ嬉しいなって、うん、昨日もこの間もラジオでね、はい、そのなんか春と飛行機のデブの方はなんか売れてんだって話してる原さんが、アグンピーね、うん、ドラマ出てんだって、うん、太田さんが売れてるって言ったんだ、もう売れてるよな、うん、まあ、そう思うぐらいの、うんうん、太田さんが言ってんだから、うん。